装とかどうなんすか彼氏。は？水原さんのためにこんなにも尽くしてくれて、出会いが廉価のでアパートも大学も同じだなんて、運命感じちゃうのが乙女心っす。まあ顔は平凡っすけど。別にいい人だとは思う。おお、初めは頼りなかったけど、根は優しくてまっすぐな人だとは思ってる。映画のことも感謝してる。でもそれはあくまで女優のためよ。男女のそれとは違う。恋心ってもっと別のものでしょ。磨くのはこれくらいで良さそうね。写真撮るなら明るいところの方が。え？好きっす。師匠は水原さんが好きっす。え？あ、いや、だから、まあ、人としては好かれてるのかも。違うっす。師匠は水原さんのこと、女として好きなんす。それはないわ。え？一度聞いてるもの、私のこと好きかって。だったら話が変わってくるからって言ってたわ、はっきり。好きじゃないって。その時とは状況が変わってるっす。第一、水原さんに面と向かって好きなんて言えるはずないっす。だとしても関係はあくまで協定、今はその延長。第一、レンタル彼女に本気になるほどバカな人じゃないわ。水原さんは本気でそう思うすか？え、本当に全部が割り切れると思ってるすか？お金払ってデートしてまた寝で終わり、本当にそれで全員が納得いくと。本当の彼氏になりたいと思う人は一人もいないと思ってるんすか？人間ってそんな簡単なもんじゃないっす。たった数時間でも水原さんみたいな美人にデートしてもらったら、この子が本当に彼女だったらいいのにってそう思っちゃうっす。それが人間っす。それは決してバカなことじゃない。お客さんの中に水原さんを一生幸せにする人がいるかもしれないっす。この人が私を一生幸せにしてくれる人かもしれないって考えたことはありますか？